再三の上洛命令を黙殺し、反抗的な態度を示す朝倉家を討伐するため、信長は自ら軍を率いて越前に侵攻した。順調に攻め進む織田勢は越前の金ヶ崎城を攻略。さらに進もうとした矢先、盟友浅井長政が離反する。優勢だった戦況が一転、浅井朝倉勢に攻撃される形となった信長は全軍撤退の決断を余儀なくされていた。金ヶ崎決戦。よもや長政が裏切ろうとは、この窮状はさすがに覆せぬか。全軍撤退を。待って、機長。なぜ止める。今引けば敵に隙を見せるだけ。なら桶狭間の時のようにまた定めに抗ってみせて。ほう、お前がそのようなことを言うとはな。抗い抜くあなたの背中をずっと見ていたからかしら。すっかり当てられてしまったようね。そうか、ならば共に定めに抗ってみるか。撤退はやめだ。浅井朝倉を迎え撃つぞ。役目を果たすわ。見届けよ、機長。みんな立ち向かいましょう。別動隊にて浅井を急襲なさい。姫様、ではそこに俺にお任せください。敵の包囲を崩し、吉影の目を引きつけよ。金が以上の守りはこの秀吉にお任せを。捕らえた将が逃げねえよう見張っときます。この窮地、兵が減れば総崩れになりかねん。味方が敗走せぬよう気を配っておけ。運命は覆せるとあなたが教えてくれた。俺が言うか。今回だってきっと。浅井と朝倉の連携を断つには、うん、やっぱり巨峰のルフかな。みんなお願い。おため、何やら怪しい動きを。織田はあくまで我らを攻め立てんと。やはり戦意は失っていないようですね。陽動はなったか。引き続き朝倉を攻めるぞ。わしが参らん。止まれ、ここを通りだと。鬼柴田を倒していくことだ。長政様のために通すわけにはいかないの。
である。勝家殿、お市殿、すまない、先へ進ませてもらうぞ。この劣勢も我らならば覆せよ。みんな、この信長の分を信じよ。私もあの人のために何かしないと。伝令のみんなが倒されないよう守ってあげないと。敵将舞い落ちた。耐えきれ、聞かせてもらう。俺に会ったのが運の好きだ。くそ、ここは引くしかねえか。長政様、ごめんなさい。心合いか。鉄道隊の準備を整えておかねば。ゲストがいい。言ったか。光秀が戻るまで耐え抜いてみせよう。分かった。進軍いたす。朝倉に光秀の動きを気取られてしまいそう。私が敵の目を引きつけていくしかないわね。開門。分かった。あの貴重な自ら戦況を変えんと動くか。俺も貴重に習わねばな。敵将討ち取ったぞ。聞かせていただこう。逃がさない。吉影様に加勢するぞ。信長を狙え。光秀はもう少しで来るはずよ。みんなもそれまで希望を捨てないで。我ら織田に一矢報いん。ドア。分かった。捕らえてた将が暴れ出したか。さあ、逃げられたら面倒なことになるぞ。秀吉が手こずっているみたい。助けてあげた方がいいかしら。うまくいったようね。織田はなお抗いますか。このままでは。お待たせしました。これより我ら別動隊は後輩より浅井を攻め立てます。光秀、なんでお前がそこに。くそ、奴らの策にまんまとはめられたか。光秀、これで強撃がなる。間違いなく戦況が変わるわ。前だ、おとなしくお縄につけってんだ。なんとかなったか。そんじゃこっから名誉挽回しねえとな。いざ、ま、分かった。入ろうぞ。長政殿のお救いすれば。俺がやる。出ます。門を開けてください。開門。ついに姿を見せたな、吉影。この金ヶ崎で討ち取っであるか。ってくれるわ。敵兵を倒し一気に優勢に持ち込むぞ。この信長こそが天下無双よ。ゲストがいい。
とめを目指す。この俺を止めようとて無駄よ。我らの勝利は近い。皆気を緩めずに邁進せよ。ここまでですね、長政殿。力になれず申し訳ありません。朝倉義景は引いたぞ。残る浅井を撃てであるか。まだ膝はつくもんか。残った俺たちだけでも絶対に信長を討ち取らねえと。朝倉は撤退したのか。ならもう一度俺たちが出ないとな。浅井の将を打ち倒し、敵本陣へ攻め入るぞ。阻む者に容赦はいらぬ。打ち倒せ。開門で、であるか。勝利のため、希望を守るため、私は私にできることをするわ。ダメだからと、もう目は伏せない。未来この手で掴んでみせる。貴重、もう昔のお前ではないのだな。無双の境地、私もたどり着いた。分かった。蝶の一員侮らない。この俺を止めようとて無駄よ。長政様は必ずやお守りいたす。開門。家さんに敵が向かってくぞ。助けねえとまずいかもな。長政様は私が助けてみせる。開門であるか。いいぜ、来いよ信長。俺があんたを絶対に討ち取ってやる。開門。私じゃ叶わないのかな。一、ごめんなさい。楽になりなさい。叶う相手ではなかったか。ご活躍心強い限りです。と駅伝引かせてもらう。お前の心意気分かったわ。見せてみろ。くそ、全軍撤退だ。この球場、よもや覆せようとはな。どういうことだ。撤退する信長を撃つはずが、下がってるのは浅井じゃねえか。開門。最下手、なぜ彼らがこの地に。嫌な胸騒ぎがする。この地にとどまっても意味ねえだろ。信長は次の機会にかけるとするか。ごめん、彼らを逃がせ。いつ何をされるかわからない。
待ちなさい。勝利条件変更。であるか。敗北条件。分かった。あなたの力、私に貸してちょうだい。共に孫一を倒しましょう。わざわざ追ってくるとはな。ちょうどいい。なら今ここで信長を討ち取ってやるよ。やられてたまるか。仕留めを果たす。であるか。なんでわざわざ俺を追ってきた。期待してるわ。放っておけばここで死なずに済んだのか。あなたは遠からず私から希望を奪う。そんな胸騒ぎがしたの。分かった。これで高校の憂いは減ったわね。まさか帰り討ちに会うとはな。織田の力を少し舐めていたようだ。どんな定めも抗えるものなのね。教えてくれてありがとう。いや、礼を言うのは俺の方だ。助けられたな、機長。礼を言う、機長。お前の進言で織田はまた一歩先へ進めた。礼だなんて。私はあなたの真似をしたに過ぎないわ。つくづく変わったな、機長。織田に来た時から随分。これもあなたが私に道を示してくれたからよ。ありがとう。でも、もう背中を追うのはやめにするわ。これからは後ろじゃなくてあなたの隣を歩ませてほしいの。良い心がけだ。未来の天下人の妻たるもの、その気概がなくてはな。俺は天下一新を必ず成し遂げる。約束しろ、機長。新たな天下を俺の隣で見届けると。ええ、もちろんよ。どんな定めも私たちなら必ず。浅井長政は信長が独断で朝倉攻めを決めたことが許せず、織田勢から離反して信長包囲網に加わった。その後信長は包囲網の首謀者たる足利将軍家を追放。ついで朝倉義景も破り、長政に降伏を迫った。しかし長政は敗走してきた義景と合流を果たし、
信長に対して徹底抗戦する道を選ぶ。それはただ意地を通すためだけの勝算のない戦のはずだった。小谷城決戦。みんなよくここまで戦い抜いてくれたな。だがどうやらそれもここまでのようだ。長政様、なんでそんな言い方。それじゃまるで勝つことを諦めてるみたいな。ここまで一方的に追い詰められちゃ仕方ねえさ。やっぱり俺が信長を超えるなんてとても。もう本当に呆れた人。なんだと。長政様の信念はそんな簡単に折れるものなの。そんなあっさりと譲れるものなの。長政様の優しさと義勇がこの乱世を終わらせるって、私はそう信じたからここまで一緒に戦ってきたんだよ。だからもっと自分の力を信じて。長政様、少しでも自分を疑ったら全てが水の泡だよ。そうだな。たく、カツを入れられるとは情けねえ。ありがとな、イチ。お前の存在、頼もしい限りだ。よし、みんな、よーく聞け。この戦、俺たちが絶対に勝つぞ。乱れし現世を沈めましょう。乳働きなら俺に任せな。全軍、ここが正念場だ。俺たちの意志を織田に見せつけるぞ。織田の将を倒して、私たちのやり方が正しいことを示そう。京極まで落とすぞ。みんな、説明。来た。織田を迎え撃て。京極丸が攻められているようだ。急いで助けねえとな。やっかい、敵を食い止めねばというのに。どれ、浅井を火炙りにしてやるか。手始めにあの砦からだ。家計だと。おだめ、汚い真似を。はいぞ、ほらほら、いぞ、開門。京極まではしばらく大丈夫だ。さあ、次だ。我らも一層気概を見せねばな。ほらほら、いぞ。よし、次はあの砦だ。敵が賭けをもくろんでいるだと。果たして耐えられるかどうか。開門。これ以上一
痛手を被るわけにはいかねえ。必ず砦を守り抜け。織田にだいぶ踏み込まれている。お任せあれ。仲間を守りつつ絶対に勝利を掴んでやる。よし、砦を守り抜けたな。織田の策だ。俺たちアザイには通用しねえ。この勢いに乗じて奴らを倒すぞ。西は火の手が強い。敵本陣へは迂回して向かわねえと。遅くなりました。このように我らも加勢いたします。よくぞ無事にたどり着きましたね。大義でした。全ては天界一心がため。アザイも朝倉も残らずこの地で切り伏せる。開門。定めでしょうか。かかってきなさい光秀。本陣の守備は清綱に任せたぞ。お任せあれ。吉影長政が未だ抗うか。ならば俺たちはそれを叩き潰すまでよ。今は引くしかないか。だがまだ終わりはしない。光秀がやられたか。だが長政よ、シャニムにひた走るのみでは織田は倒せぬぞ。松永久秀参戦いたします。粘り腰の朝倉を残らず消し去りましょう。姫は俺の命に変えても守り抜く。それが俺がここにいる意味だからな。兄様の幸運のやり方は誰も幸せにしない。それを必ず証明しないと。俺たちは義理を踏みにじるような奴らに絶対に屈しはしねえ。お任せあれ。増票どもじゃ相手にならん。敵将討ち取りました。突き折って折れるな。お見事にございますな。力及ばすか。みんな無事のようで何よりです。朝倉のご爪を救えたみたいだな。よし、このまま敵本陣へ突っ走るぞ。本陣を狙うか。つくづく諦めの悪い。敵が火の手を避け本陣へ進むならば、この道で待てば必ずや迎え撃てよう。おら、かかってこい。槍のまたたか全員まとめて倒してやろう。これぞ鬼の名を取る無双の武ってな。確かに俺の考えは信長に比べりゃだいぶ甘くて夢見がちかもしれねえが、俺は己が正義を信じ抜くと決めたんだ。絶対に屈さねえぞ信長。さあもっとだ。もっと織田を攻めるぞ。長政が止まらんな。奴の愚直さを甘く見ていたのかもしれん。アザイも朝倉も北条際が悪いんだよ。俺がまとめて倒してやる。待て光輝、手数通り動けよ。ったく突っ走りやがって。おうさん、皆の者、敵の襲撃に備えよう。こう敵が多くてはとても攻め進めぬ。来たな。
通じ、あっちは頼んだぞ。平門、本陣を落とす。俺に続け。どうやら味方が苦しんでいる。助太刀しないと。お任せあれ。任せあれ。オンサ、味方の窮地を救えたようだな。見えました。天下無双の力、すべては安寧がため。味方が苦戦しているようです。急ぎ助けねばなりませんね。味方を救えて何よりです。お見事にござった。仕留め。さあ敵本陣へ急ぐぞ。信長殿、俺はまだやれる。今度こそ敵を切り伏せてみせよう。来い長政、俺が直接打ち倒してやる。開門。お任せ。長政殿と姫の信念は強く、何より温かい。俺もその思いに働きで応えねばな。浅井のやり方だ。認めねえとは言わせねえぞ信長。負けだ。俺に土をつけるほどの強き信念、せいぜい誇ることだ仲間さ。織田と再び同盟を結びたいだと、我らを処断せず解き放つと思えばどういうつもりだ。決まってる。それが互いのためだからだ。乱世を終わらせ太平の世を作るという望みは同じはず。なら手を取り合うのが一番手っ取り早いだろう。だが良いのか。俺のやり方が気に食わんから敵に回ったのだろう。ああ、だからこれからは俺のやりたいようにやる。あんたにも文句は言わせないぜ。ずいぶんとしたたかになったものだな長政よ。その面構え、昔のお前とは見違えるようだ。敗軍の将は兵を語らず。良いだろう長政、お前のやり方貫いてみるがよい。ただひとたびでも信念を揺らがせてみろ。その時はお前の寝首、この信長がかき切ろう。はっ、心配ご無用だ。共に歩める仲間がいる限り俺はもう絶対に揺らがねえ。
旧敵武田家との攻防を続けていた家康のもとに信長からの使者として桃地三太夫が訪れる。三太夫によれば徳川信康が密かに武田家に通じ信長への反乱を企てているという。三太夫は信康に適切な処分を下すよう迫るが、家康と瀬名は突然の事態を受け入れられずにいた。やむを得ず信康討伐のため出陣しようとする家康。しかしそこへ服部半蔵が待ったをかける。信康騒動。信康が武田に通じて謀反を企てているだと？そんなの嘘よ。あの子が私たちに黙ってそんなことするわけないじゃない。大変だ。信康が武田の軍勢を引き込んで兵を挙げたようだぞ。武田勢が現れた以上穏便には済むまい。とにかく真相を確かめねば。若、お待ちあれ。半蔵？なんだ、申してみよう。あの信康殿が若や瀬名様を裏切るなどありえぬ話。これは何者かの悪しき計り事であることは明白でござろう。いささか心当たりも。急ぎ探ってまいりますゆえ、わしが戻るまで若は時を稼いでいてくださらぬか。心得た。我らの動きは桃地殿に見張られている。半蔵が戻るまで何とか粘ってみよう。この乱世俺を使いこなせよ竹千代。半蔵が戻れば真実が明かされよう。それまでいかにして時を稼ぐか。まずはこの劣勢をどうにかせねばなるまい。し、皆の者、武田の兵を削り取る。武田は崖上より兵を送り込んでいるようだ。俺が行って止めてきてやる。我らにこうして信康が兵を挙げる手はず。家康もこれで終わりだ。なんて、なぜ武田が、何がどうなっているのだ。信康が武田勢に飲まれる前に引き離さねば。先に我らの手で信康方の将を倒してしまうか。信康が裏切るはずなんてないわ。真相を確かめるまで私は引かないわよ。そうだな、私も同じ気持ちだ。力を合わせてこの難局を乗り切ろう。信康め、よくして動けぬのか。受けたまわった。ならば拙者が出て梅雨払いしてやろう。岡部殿が出てきたか。他の者を止めよ。武田を勢いつかせてはならぬ。よっしゃ、砦を落としたぜ。これで武田の増援は止まるはずだ。今は私が
者ども、武田の武勇を見せつけてやれ。武田にばかり戦わせて信康は高みの見物、失礼ながら悪どい男でございますな。そのようね、きつくお仕置きしないと。本当はまだ戻らないのかしら。岡部さん決めることができたか。この勢いで武田勢を押し戻すぞ。信康はまだ動かぬか。少しばかり脅しつけねばならぬようだな。勝頼が動いたか。信康のもとに行かせてはならぬ。手を挙げたにしては信康の動きが鈍いな。もうよい、信康方の砦を押さえてしまえ。先に武田勢に奪われた砦を取り戻さねば。受けたまわった。勝頼のもとへはいけるな。開門。急げ。お前は私が止める。あくまで信康は動かぬか。ならば攻め方も考え直さねばなるまい。撤収だ。もしや我らは謀反を起こしたと思われて。だとすれば一大事、申し開きに行かねば。開門。ようやく信康が出てきたな。家康殿、どうするかはあんた受けたまわった次第だが、たとえ許しを請うてきても切り捨てる所存。それは当主としての務めと心得ている。うまく信康を討ち取ったように見せないと、桃地に何を言われるかわからないわね。織田殿は裏切りを許さねえお方だ。徳川の命運は始末のつけ方次第でしょうな。始末か。信康を討てということだろうが、そのようなことできるわけがない。そらそら。無念って、あれ切られてない。いいから死んだふりしてなさい。信康は死んだが、これで一件落着とはいかないでしょうな。家康の、身内から謀反人を出した以上、私も厚かましく生きながらえるつもりはない。バカね、それじゃ腹を切らされるじゃない。こうなったら奥の手を使うしかないわね。あんたたち聞きなさい。信康をそそのかしたのはこの私よ。おじさまの仇である信長に従うのはもう限界。まだ信長に従いたいならあんたを撃つ。せな、もしや全ての罪を一人で。いや、これも時を稼ぐための。肝臓が戻るまでこれでごまかし通すわよ。勝利条件変更。家康、本気でかかってきてくれないと桃地に疑われるわよ。ほら、覚悟せよ、セナ。この家康が成敗してくれる。若、セナ様、服部半蔵、ただいま戻りましたぞ。武田に内通を誘う信康殿の書状を届けたのはやはり伊賀の忍びでござった。三代、すべては貴様の企てであろう。弁解は聞かぬぞ。観念せ。バレちゃ仕方ねえ。そうだよ、全部俺がやったことだ。ここは私が。おう、任せろ。
そのような卑劣な真似を見せる。断じて許さぬぞ。勝利条件変更。見えてるぜ。俺を切れるもんならやってみな。者ども、手負いの瀬名を狙え。強度の戦いで怪我を。どうしたら瀬名を守り抜かねば。ま、しばらく俺の手下どもと遊んでな。未知のやつ、どこに隠れたって逃がさないわよ。瀬名、無理をしてはダメだ。あとは私に任せて。そうはいかないわ。ロビアスにひどいことして許さないんだから。とてもセナを止められそうにないな。ならば私が守ってやらねば。モモチが二人、どちらが誠のモモチか分からぬが、とにかく終われば。敗北条件変更。いずれの三代をも動きが見えた。もしや両人とも偽物か。生きた。なんだ、あの砦で何やら怪しい動きが。ここは引こうか、あるまい。おう、任せろ。申し訳ござらぬ。桃地に術をかけられ、このような。私は何を。桃地が目の前に現れ、その後は何も覚えておらず。であったか。徳川の将に変化の術をかけていたか。卑劣な真似をしよって。まんまと引っかかりやがったな。じゃあ俺は逃げさせてもらうぜ。おもち、逃がすもんですか。三代、俺が手塩にかけて育てた忍びとした。たっぷり相手をしてもらうぞ。厄介なのを出してきやがって。忍びか、こんなところで何をしている。信康方の将がまだ残ってやがったか。仕方ねえ、ここで始末してやろう。聞かせてもらう。私とて物の不なのだ。耐えきれん。聞かせてもらう。おもち、私に何の恨みがあってこのような。俺は織田の天下取りを邪魔してだけだ。武士のようなのさ、まっぺらなのさ。兄上を陥れるつもりならば、ますます許してはおけない。残念だが、この程度で死ぬ俺じゃねえ。またどこかで会おうぜ。逃がしたか。とはいえ、事なきを得てよかった。これだけ引っかき回されて事なきですって。まあみんな無事だったし、よしとしますか。
こたびの真相については兄上に知らせておいた。これで桃地は織田の討伐を受けることになろう。よっしゃ、これにて一件落着だな。武田の侵攻を受けながら見事に乱を鎮めたことで、家中の者たちは皆若を褒めたたえております。何、それほどでも？そうよ、今回のお手柄は悪事を暴いた半蔵と、とっさの起点で桃地の目を欺いた私でしょ？ああ、確かにそうだ半蔵、それにセナ、感謝している。でも家康もテキパキ決断して立派だったわ。特別に褒めてあげる。辛口のセナに褒めてもらえるとは。その言葉を励みにますます精進せねばな。